本日は簡単フードロス対策レシピ、こちらを、ね、ご紹介させていただいております。今日午後、福岡市東区の商業施設で開かれたフードロス削減レシピの発表会では、福岡女子大学の学生が考案した45品から選ばれた5品が紹介されました。鶏の唐揚げの衣に野菜の皮を加えたり、ポテトサラダにピーマンの種を使ったりするなど、普段は捨ててしまいそうなものを材料としてうまく使用していました。フードロスって聞いて一番に私が思い浮かんだのが、皮の廃棄率が高い野菜が多いなっていうふうに考えていて、食べにくいっていう部分を揚げることでそのパリパリにしてしたら食べやすいんじゃないかなと考えて、こんがりしたところがちょっと風味があって美味しかったです。もうそういう手があったかっていうようなアイデアが詰まってますので、ぜひこれは皆さんの参考になると思います。売れ残りや食べ残しなどによるフードロスは福岡県では年間21万トンに上り、その半数以上が家庭内で発生しています。今日発表されたレシピはリーフレットにして県内のスーパーなどで配布されています。